はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トロピコ5、キャンペーンモードビバプレジデンテ続きをやっていきたいと思います。前回ミッションクリアしたので、今回また新しいミッションですね。戦火の片隅で、度重なる侵略を耐え抜けということで、今回は軍事系がメインになるのかな。で、一応経済難易度ね、最低でやってきたんですけど、ちょっと上げますか。手にしておきましょう、慣れてきたんで。で、災害は時々で、島を選ぶ感じか。カヤドフォーチナーでいきましょうか。で、マップは前回発展させたところからの。侵害なるトロピコの民を新たな敵が台頭し、我々の生命、我々の自由、そして私のバナナを脅かしている。イスラの穂が偉大なるトロピコに対し一方的に戦線を布告してきたのだ。しかしトロピコの民を恐れるな。我々はこの脅威に正面から立ち向かい勝利するだろう。我々は我々の海を守り勝利するだろう。我々が飼育するラマのように、我々は我々の国土を踏みにじる敵の目に唾を吐き、必ずや勝利する。ビバトロピコ。エッセン家の片隅で、すなわち南国の楽園に近づいているようね。憲法は、投票権に関してはこれでいいでしょ。宗教と国家に関しても、まあ、別にこれでいいでしょ。で、軍隊徴兵に関しても、まあ、これでいきましょう。で、どういう状況だっけ、ちょっと一回止めよう。港は3つで、魚取るとこ、これハトバって読むみたいですね。コメントで教えてもらいました。で、これが砦が2つの、まあ、家がここら辺にあって、図書館2つ。輸出関係どうなってんだっけ。輸出関係はバナナを大量に送り込んでんのか。で、肉はこの契約にサインするには連合国との友好度が70以上必要と。それは無理だな。ココアも70以上か。チーズとか缶詰はね、ちょっとどうだろうな。缶詰割と高いんだけどね、缶詰を作るのにはね、結構なんていうの、物が必要なんですよ、素材が。缶詰工場ってそもそも作れんの今。これチーズ工場、缶詰工場作れねえじゃん。あ、電力、なるほどね。で、そうすると研究だな、電気か。白旗法律用語電気の順番で進んでんのか。憲法の選択肢、電気を先に研究する。そうすると電気で法律にしよう。あとはこっちはもうちょっと必要だね。なので、とりあえずイベントが起きるまでなんか進めておきますか。3946円輸出と、まあ、お金はね結構あるよね。幸福度が若干減りつつある。てか、なんか来たな。敵の軍隊が島に侵攻しました。マジか。4部隊もう破壊されたんだけど、はい、やこれ大丈夫か、これやばくない。大丈夫、ちょっとうちの軍隊どうなってる、これやられた。あ、やばっ。すっげえ完敗なんだけど。完全にやられた。マジで。これとこれが狙われてるってこと。いや、この塔なんて一瞬でもう崩壊するでしょ。集中攻撃。いや、なんだこいつら。いや、ひでえ。この砦もやられるよ。追加で軍隊って派遣されないよね。見てるだけか。イスラロホの軍隊が君の国を攻撃しようとしているぞ。このような紛争ごとは計画の妨げ以外の何者でもない。さっさとケリをつけてしまえ。我が組織の力によってひとまず侵攻を思いとどまらせたが、約束した停戦期間が終了したい。彼らは全力で攻撃してくるだろう。君が防衛体制を整えるまで私はできる限り時間稼ぎをする。その間は私の新しい弟子であるアドリアーナ・ディアスを君のサポートに当たらせよう。目的、イスラロホの侵攻に耐える。残り時間、停戦期間は8年です。期間が終了するとイスラロホの軍隊が侵攻してきます。報酬ミッションクリアということで、まあ、8年は結構長いよね。
とりあえず見るか。新しく参謀総長に任命されたペヌルティーモ将軍は高い場所に旗を掲げることが守備隊の士気を高める最善の方法であるとおっしゃっています。士気への効果については疑わしい部分もありますが、侵略軍への備えとして監視塔が役に立つのは確かです。監視塔5つ所有、結構多いね。侵略が18ヶ月遅れる、あ、いいね。それは時間稼ぎができるってことでしょ。今はお金儲けをする絶好の機会よ。他者の不幸を利用して利益を上げる、私が大好きな方法でね。ちょっと悪どいね。連合国も枢軸国も物資の不足に苦しんでいる。つまりどんな値段を提示してもノーとは言えない状況にある。宝石を5000ユニット輸出する、このタスクを承諾すると枢軸国から同様のオファーがキャンセルされます。連合国との友好度が上がるのか、連合国に寄った方がいいのかな、よくわかんない。まさに私たちにとって都合の良い状況になったわね。たっぷり絞り取ってやりましょう。まったく映画の悪役みたいに高笑いしたい気分ね。あれこれさ、連合国との友好度が下がるんだけど、また 10% 引き上げだと、特に下がることもなく、資本主義のあれって何なの、支持者って。連合国との友好度はだいぶ上がるな。肉とかね、輸出したいんだよね。宝石はね、まだそもそも金とかがないからね。まあいいや、資本主義者上げておくか。これマイナスがないからね。さて、ちょっと一回止めよう。で、まず破壊されたところをじゃあ建設し直すか。すべて再建。1716円か。まあ、建て直すよりは全然安いね。で、監視塔は5つって言ってたから、そうだね。じゃあもうちょっと作っておく監視塔。3つ作んないといけないのか。今2つしかないもんね。これ壊された2つが監視塔なはずなんで。じゃあちょっとここ1個間空いてる、空いてるよね。ここ1個作るでしょ。で、残り2つ。ここはちょっともう間がないのか。ここいけるね。でもな、砦があるからね。監視塔はあくまでも足止めだからな。ここね、道路敷きたいんだよね、俺的には。どうしようかな。道路敷いてからにしようか。ちょっと待って、まずはインフラで、こっちからこう行けるね。ここにちょっと縦の道路を敷こう。曲がっちゃったけど OK で、この隙間に1個監視塔を建てよう。宮殿の近くね。で、ここも道路伸ばしたいんだよね。あ、それは置いておくとして、これなんだっけ、なんか、あ、家か。あとはこっちの方にもなんとなく1個監視塔を置いておきたいような気がする。宮殿が破壊されるとゲームオーバーになるはずなんで、宮殿の近くにね、ちょっと軍備を置いておくか。まあ、監視塔をじゃあ両端に、これなんだ、地形紙、監視塔をこうだな。ここ道路敷けるよね。で、そうするとよ、まあ、兵舎大事だよね。歩兵部隊を、じゃあこの向きだな。ここにまず1個置くか。こうで、もう一個ちょっと歩兵部隊欲しいから、兵士つけ、高っ、7000円もすんの。ちょっと待って一個しか作れねえわ、金を使いすぎた。一旦これでいいか。そうやっぱ輸出だな。ちょっと輸出で金を稼ぐしかない。今連合国との友好度的なのどうなってんの。肉関係バナナしかねえわ、輸出できんの。これは枢軸国か。宝石とかマジで輸出したい。宝石ってでもさ、宝石工場とかが必要なんじゃなかったっけ。これは製鉄所、缶詰、製薬、アパレルメーカー。あー、宝石工場、あったね。光物の研究を行う必要がありますと。今はじゃあちょっとこのまま行く
か。あとはちょっと建築物ができればいいんだけど、これなんだっけ、運送業者、プレジデンテ、我々の研究者は全く成果を上げないので、フランスの発明品を盗み出すことにしました。しかし軍事記念館に忍び込んだのはいいものの、見つかったものといえばこの白旗だけでした。我々はもう少し外交の技術を磨く必要がありますな。大使館がアンロックされ外交アクション少佐も行えるようになりましたと。どうする、大使館作っておく、一個外交関係か。枢軸国、これどっち寄った方がいいのかな、どっちかに。でもあんまり寄りすぎるとさ、多分攻めてくるんだよね。なんか俺的にはこう中間あたりをふらりふらりとのらりくらりとやっておきたいんだけどな。で、ちょっと待ってね、ここが鉄でしょ、一回時を止めよう。鉄、鉄、金がないんだよな、金が。ボーキサイト、ウラン、ここはちょっと開発がまだだな。コンパスがないとちょっときついね。ここら辺も鉱山があるね。 だいぶ遠いな。もうめちゃくちゃ進出しないと無理だな。ここら辺は特に関係ないか。なるべく近場になんか鉱山ないかね。これはなんだ、まだわからないか。これもわからない。金山ってさ、なんか金に光ってるような感じがしたんだけどな。それなりに島広いよな、やっぱり。これ火山か。火山とかな、爆発する可能性があるかな。ちょっとあそこに先発隊みたいなの送ろう、探検隊。まあ、ここら辺にしとけばいいかな。お金が今どういう状況？一応収支のバランスとしては、まあ、収入の方が多いよね。汚職だって何なの、マジこれやめてほしいんだけど。汚職の量は選んだ憲法の内容によって増減します。ああそういうことか。なんかいいちょっと輸出品がないかな。トウモロコシ、あ、バナナ、連合国か。ちょっと待ってね、大使館作るか。そうすると作るにしてもな、ちょっと今建設が全然追いついてないからね。大使館っていくら、ちなみに。4000円か、それなりに高いな。公益オファー追加で発生、あーそれもいいんだよな。これ大使館、大使館はこういう港の近くでいいでしょう。そんなイメージがある。あんまりな偏僻なところに置いてもな。こういうところに置くしかないか。ここが入り口だよね。ここに置いておきますか。じゃあよし、連合国から金が送られてきた。やっぱ連合国と仲良くしておくといいね。弊社ができました。ここって今管理者とかいなくなってる将軍を置こう。着服かとか置けないしね、怖い。なんか近代兵器、あ、これやろう。もうちょっと軍備には金をかけないといけないからな。ってことはここも管理者置きたいね。あんまりいい人がいないな。ってことは近代兵器にしておこう。旧式の歩兵部隊を通常の歩兵部隊になる。よし、今回はマジ軍備に金をかけなくては。そうするとこの監視塔とかってなんかある？マシンガンか。監視塔の攻撃力が上昇する。だっけ2つで5000円かかるからな。またちょっと金がなくなってきたな。建設業者ってこれなんか全体をね見れた気がするんだよね。何が何個あるかとか。あと103ヶ月後。こいつは素晴らしい発明です。我々は電気を手にしたのです。いわば雷を操る力を手に入れたようなものです。こいつは下敷きに髪の毛をくっつけて持ち上げるのとはわけが違いますぞ。発電所がアンロックされましたということで、まあ、確かに発電所は作っておきたいよね。あのアドリアーナとかいう女はどうも好きになれません。
常に私を冷ややかな目で見て愚か者呼ばわりするし、成功間違いなしの私の計画にもいつも反対します。今回も漁船を使って島の近海に機雷を設置しようと提案したのですが、彼女はそれを鼻で笑ったんです。もちろんやりますよね、プレジデンテということで、波止場を2つ建設する、進行が12ヶ月遅れる、それやるっしょ。とにかく新設する、あー、新しく作んないといけないのね。そうすると波止場っていくらだったっけ。大変だな、ちょっと。あ、安っこれは向き的にこうだから、これ難しいんだよね、置くのが。こうなんか海岸に設置してくださいって言うんだけどさ、設置の状況がね、ほんとわかんない。斜めとかにしないとさ、たまに行けないからさ、ここ辺には置けないな。全然置けないんだけど。ここに置けるね。道路を伸ばさないといけない。まあいいや、安いからもう一個作っとこう。進行を遅らせることができるのは結構便利だからね、やっぱり。よっしゃ、もう向きがわからんって。だからと道路をこっちまで伸ばさないといけないんだよね。そうするとこっち側に持ってこよう。そうするとここら辺はもう無理なのか。こういうさ、海岸岸に置かなきゃいけないのってほんと難しいな。これ置けるね。道路が全然繋がってないけど、この向きで行けんだったらここら辺に置けないの。無理か。全然無理だな。いや、ここら辺にも置けないか。この中に置きたいんだよな、一個。いや、無理だ、諦めよう。どうだっけ、こういう向きか。でどこだっけ。あ、ここだ。これこっちから道路伸ばせないかね。ちょっとやってみるか。で、そうそうそう、道路をねつなげないといけないから、これはこっから伸ばして縦に伸ばすと。はい、 OK。 建設業者どうすっかね。ここの道路はどうなってんだ。ここ伸ばせる？無理だな、伸ばせないな。逆側から回らないと無理か。で、そうするとこっから道路を伸ばそう。この間がいけるっしょ。バラックにはちょっと申し訳ないけど立ち退いてもらおう。立ち退き量とかないからね。で、この砦の隣から伸ばしてこう。で、一旦ここら辺で OK？ で、こうか。ちょっとくねってるけどしょうがない。あとやっぱ建設業者だな。建設業者1個作るか。1200円。まあ安い。ここにしよう。いや、置けねえんだけど。じゃあ、ここに置くか。いや、土地が傾斜してる。無理だ。こういう向きは？いやー、無理か。土地が傾斜してる。ここに置くか。で、道路をちょっとつなげないといけないから、ここ置きたいな。ここに置きたかったんだけどな。土地が傾斜してるって言ってるからな。まあ、いっか、ここに置いとこう。もうここはこれしかいけなそうだからね。で、こんな感じはい、OK。 もう5000円になってしまった。また金が。しかし建設業者ができれば物を作るのが早くなるからね。あと98ヶ月か。なんか時が過ぎるのは早そうだな。こっち側って探検隊どうなった？開拓したか。石炭、金はこの島にはないのかそもそも宝石の輸出とかもう無理なんだけど。そうすると光物を研究して、要はね、金をね、輸入しないといけないんですよ。なければ、自国で生産できなければ、原材料は輸入して、宝石を作って輸出するみたいな、そんな感じなんだよね。連合国がトロピコに5250円。
で、枢軸国と連合国があるから、これ連合国の大使を呼ぼう。で、称賛しよう。プレジデンテ、これは言うなればトロピコの危機です。すぐさま対応するべきでしょう。不届きな諜報員がこの美しい島の敵を軍艦が取り囲んでいるなどという劣気とした事実に基づくプロパガンダを広めて国内不安を煽ってきました。スパイは投獄しましたが、何か手を打たなければ侵略されるのは時間の問題でしょう。外国船が島の沖合に出現しました。早期に関係を改善しなければ島は侵略されます。改善するってどうやって？枢軸国か。だからそうだよ、枢軸国なんだよ。大使館は枢軸国にした方が良かったかな。でもさ、連合国とのね取引もしたいからね。ココアがいけるんだよね。ココアが2100円でいけるから、ちょっと待ってね。一旦これココアに船を割り当てて。プレジデンテ、これ何やってんだっけ。本契約書により、私ペネルティーム以下コートする。まあプレジデンテ以下オツとする。に対し人身奴隷法に正しく乗っ取った上で、公の給料の増加を確約する令状の発行を要求するものであります。オツがこれを遵守しない場合、オツは違法行為者としてみなされ、つまり公が言いたいのは、トロピコの民は法律用語を学んだということです。憲法の選択肢がアンロックされましたと。政治的権利、国家警察、警察国家か。警察官の数だけ投票数が増加。国が定める規範に反した場合、市民は点点点されるとか。全体主義国家、警察国家、民主主義。選挙が頻繁に実施され暴動が起こらなくなります。それはいいね。ただ幸福度をちょっと上げていかないとね。選挙の頻度が減るけど反体制派が 50% 増加か。警察官が国民の説得に当たるのか。これ最初にやってたやつか。警察署ないからね。民主主義にする。でこれは青年労働になってんだね。労働政策はだから、これを国民総労働にすると子供も働き定年が遅くなり、寿命と仕事に関する幸福度が低下。青年労働、定年の時期が遅くなる。16歳から働けと。で、労働者の楽園、これは定年が早くなる。仕事に関する幸福度が上昇する。プレジデントは国家が破産しないように全力を尽くしましょうと。青年労働でいいかな。で市民権、ビザシステムになると教育を受けた移民が増加。移民国家、鎖国。なるほどね。ビザは多分ビザを取らないとトロピコには来れないから、まあある程度の質が高い人たちしか来れないと。で移民国家はもう誰でも来れると。で鎖国になるとそもそも人が来れないと。ビザシステムにしよう。質を求めよう、質を。で、あとはテーブルマナーか。あ、ちょっと待って、戦車にしよう。陸軍基地を作ろう、まずは。でこうか。でここら辺をちょっと待ってね、一回止めてコーヒーにするんだよね。コーヒーに、あ、ココアだった、間違えた。ココアにしよう。ココアに変更。ココア、ちょっと作物の状況がよろしくなかった気がするんだけど、まあいっか。あとココアに変えられるのってどれ。ここバナナ、これ大丈夫だね。ここはここはっていう、別にシャレじゃないんだけど、ちょっとどんどん輸出できるものに農作物を変えていこう。ここがちょっとなよろしくなかったか。あれで、あ、そうか、これ建設し直すんだ。でここら辺ね、5000円か、無理だな。そのままにしよう。でちょっと待ってね、もう一回止めて、全部ココアに割り当てよう。こう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 、よし、 OKOKOK。 よ
やはり高いものから優先的にねやっていかないといけないんで、ね、幸福度が今度は下がってるね。やばいな。アパート住むところが足りてないのかな。レストランとか作っとく、安いしね。じゃあレストランを作るか。レストランはじゃあここら辺に作っとこう。なんかレストランさ、なんかおんぼろだよねおんぼろレストランなんだけど、これどっち側よ。相変わらずさ、これ向きが分かんねえからね。ちょっと待ってね。どうだ、こうか、これか、こういう感じだね。こうで、レストラン作ろう。で、レストランを作って、さらに1個、じゃあ、住みかを作ってあげますか。住みかは、アパートがいいね。アパート2400円。じゃあ、アパートは、ここら辺をちょっとアパート地区にする。アパートの入り口は、これ、絶対後ろだよね。こうか。本当にこれ後ろ、どうなってるこれ。こっちが前。いや、こっちが前だよね。これ裏だよね。こうだな。で、ここはちょっと道路を伸ばしたいから、ここに設置しよう。で、こことここはちょっとね、つなげたい。道路。なので、もうつなげちゃおう。ここからでけってきて、で、ちょっと待ってね、一回これをここにやって、でけってきて、いや、こうと、こうでしかつなげられないの。じゃあもう一個伸ばしとくか。意外にね、道路が短すぎますって言われても困るんだけど、でけと、あね、感想が合わないんだよね。ってことはもうやっぱこのままつなげちゃおう。しょうがない。カーブが急すぎます。え、つなげられなかったっけさっき。あ、こういう感じか。いいや、ちょっと不格好になっちゃったけどしょうがない。やばい、幸福度がやばいぞこれ。選挙が通らないぞ。選挙が住民の幸福度を上げていかなくては。レストランができれば、あ、そうだ、これがあるね。我らの師であるレオン・ケーン曰く、軍事紛争を解決するための軍事力はどれだけあっても多すぎるということはないとのことです。装甲車両を含んだ大規模な軍隊を配備することができれば、侵略者の意思もくじかれることでしょう。陸軍基地を2つ所有するということで、確かに所有したいんだけど、まだ戦車の開発ができてないんだよな。そして金もないからな。ここは少し待ちだね。幸福度が低いところが気になるんだよな。 50% 切ってるからね。まさかこんな事態になるとは。反体制派が攻撃をしてきました。狙いはあなたの首です。選挙ポスターのために印刷したプレジデンテの顔写真がどう見ても指名手配者にしか見えなかったので、写真屋にはきつく言っておいた反体制派、あ、でもこいつらだけか。ああ、数軸国のやつらじゃないんだね。普通のあれか。まあなんとかなるでしょう。反体制派くらい楽に鎮圧できるはずだ。いや、金がない。ちょっと待って、なんでこんな金ないの。みんな、ちょ、撃退はしたね。反乱は鎮圧されたわ。銃も撃ったし、言いたいことも言ったし、みんなすっきりしたんじゃない。そういうもんなんか。死んでたり牢屋に入ったりしてない人たちはみんなパイレーツバーに来て仲直りの乾杯といきましょう。で、ちょっとロードが入りましたと。お金が送られてきたね。よし、選挙の日が近づいています。選挙か。我が国では投票は国民の義務であり、投票は今から12ヶ月後に行われます。うん、まあしょうがない。 45% までまた下がってんだけど。アパートができれば大丈夫なはずだ。おすすめの建築物アパート一応足りてないやつがね。これ何、このマーク何これ。え、どういうこと。
よくわかんないマークがついてんだけど。いやこれ幸福度めっちゃ低いぞ。しかしそんなに金を使えるわけじゃないからな。これやばいな。いきなりゲームオーバーになるかもしれない国家的時代は終わったわ。これから私たちが向かうべき世界はサムザムとして大敗的でインダストリアルな、いわゆるディストピアな世界よ。そのためにはやはり産業が必要。悪の王国を築くのであれば環境汚染を引き起こしやすいような2つ2種類の産業施設。産業施設ってどれ？天然資源、産業、どういうことだ。福祉とメディア、ここら辺じゃないのか。電気ってちなみにどっから作るんだ。多分そういうやつなんだろうな。伐採キャンプ、インフラ、発電所。産業ってでもここら辺か。まあいいや、とりあえず取っとこう。やばいな、ちょっと選挙がまずいよこれ。あと10ヶ月あれでなんとかしないと。軍事兵器の展示会で鍵がついたまま放置されていた戦車を発見しました。我々はそれを起動させヨーロッパの制圧に乗り出しましたが、残念ながらあと一歩のところで燃料が尽きてしまいました。仕方がないので戦車はその場で解体し部品にして密かに我が国まで持ち帰ってきました。問題はどうやって、こいつを元の形に戻すかです。そうそうそう、基地が多くてもね幸福度が下がるからね。そういえばでね、港から攻めてくるはずなんで敵は。結構港付近にね集中しておきたいんですよね。陸軍基地ってどんくらいかかる。1万兵もすんのめっちゃ高え。いや無理だよこれ。92ヶ月か。まあまああるからな。金が貯まってからにしよう。っていうかさ、コーヒー機能してるか。コーヒーというかココア生産レベル上げる。きついけど、これ5000人は無理だよ。ちょっと生産レベルを上げよう。金を出してココアでもじゃあ稼いでもらうしかないからね。でまずいな、幸福度がまずいね。おすすめの建造物タバコか。そういう娯楽的なものが必要なのかな。ここってなんだっけ、まだ何も立ってないんだっけ。タバコ作ってみる。農園だっけ。タバコ、あーここら辺はちょっとあれだね、圧迫されちゃってんね。少しじゃあ話すか。ここら辺でいいかな。ほいで、ここから道路を伸ばそう。やはり難易度が低になっただけでもかなりきついんだけど、もう700円しかないよ。いや、 やっぱりビーバープレジデンテはもうちょっと最低でいった方が良かったかね。選挙にも負けそうだし、とうとうマイナスになってしまった。お金が 39% とか。マジか。いや、こっからさ戻すのはきついよ。我々は選挙の結果をある程度操作することができます。いや、これは不正しよう。ちょっとまずい。不正しても勝てるかどうかだな。残り1ヶ月か。これ無理でしょう。考えられないことが起きました。金はなんとかなったけどさ、我々は選挙に敗れたのです39%、 4% くらいしか上げないんだね。これは少なくとも99名のトロピコ人による陰謀の結果だと思われます。気休めを伝えておくと63名愛を失ってなかった。相手候補は宮殿を去る際に鍵をドアマットの下に置いていくようにと要求しています。世界の経済情勢と
秘密結社の陰謀と悪天候が重なったか、それとも単に運が悪かったからか、いずれにせよあなたは敗れたのです。どうかそのヒゲと帽子をデスクに置いてここからお立ち去りください。どんな偉人にも挫折は訪れます。どうかお気を確かに。国民はきっとあなたのことを忘れませんよと。ペネルティもさ結構冷たいよねここからお立ち去りくださいって。あれ、ああ、いやーゲームオーバーになっちゃったよマジか、無理だよ、ほんと難しいよこのゲーム。なのでまたちょっとね、進行されるところからやるとちょっと大変なので、一応経済難度は、まあ、もう一回すいません、最低でやらせてもらいます。ていうかビバプレジデントは全部もう最低でいきます、難易度で。もう一個多分ビバプレジデントとかクリアすると出てくるんで、まあ、そっちで難易度調整をしていきましょう。というところでね、まあ、ゲームオーバーになっちゃいましたけれども、トロピコ5自体は、続けていきたいので、とりあえず今回は終了します。で次回は、まあ、ちょっと街の形は変わっちゃうかもしれませんけど、ある程度ね、同じような状況まで進めたところから、続きをやっていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。